はい、それでは今日も未来の自分自身におはようございます。はい、それでは今日の日付はですね、2024年令和6年の1月22日の月曜日、今日も日本経済新聞の朝刊からいろいろと今の社会情勢を学びつつ、朝からしっかりと文字を読んで音読をして口を動かして声を出していく、そんな練習を行っていきます。ということで今日はですね、1月の22日の月曜日ということで、今の時点ではですね、本当にすっきりとした青空が広がっていて、晴れ間が気持ちいい朝ですけれども、ちょっと今日のですね、午後あたりからは雲が暑くなってきて曇ってくるということだそうですけれども、昨日、一昨日がですね、結構冷たい雨が降る時間が長かったので、気温もですね、10度前後ぐらいということで、だいぶ冷え込んだような気もしましたけれども、今日が12、3度ぐらいということで、今週水曜日、木曜日ぐらいは10度に届かない気温の予報となっていますから、今日、明日ぐらいはですね、ちょっと一息ついて、また水曜日、木曜日ぐらいから寒さ対策しっかりというようなことですね。で、今日1月22日という日付について、昨日のですね、1月21日も私にとって非常に大切な意味のある日付でしたけれども、この1月22日という日もですね、私にとって非常に意味のある日付となっていて、で、こういう日付を迎えるために自分なりの節目としてきちんと周りの人に対する感謝だとか、自分を支えてくれている人、これまでの自分自身のですね、歩んできた道のりで関わってきてくれた人、家族、その他身近な人たち全員に対する感謝の気持ちを新たにしたいなというような節目の日として意識をしている日となっていて、1月についてはですね、1月21日、1月22日という2日連続のでですね、同じような感覚の日付となっていますけれども、いずれにしてもですね、2日連続であったとしても、しっかりと改めて今日も、自分なりのですね、この感覚として身近な人たち、周りの人たち、直接間接関わらず自分自身を支えてくれている人たちに対してしっかりとした、感謝の気持ちをですね、自分で、思い起こして意識していく日にしていきたいというふうに思います。そして今日朝学んでみたいなという四字熟語についてはですね、今日の日本経済新聞の中にデータファインダーというような記事があって、その中で高級ガンプラがですね、今かなりの人気だということの記事があってですね、この記事に学ぶですね、1万円を超える高級ガンプラ人気に学ぶ幾度音という言葉を学びたいなというふうに思っています。幾度音という言葉はですね、比較的四字熟語の中でも耳にする機会も多い方なのではないかなと思ったりもしますけれども、意味合いとしてはですね、みんなが口をそれと同じようなことを言うことであったり、またですね、その他にも大勢の人の意見が大体同じような意見、一致するようなことを幾度音というような言葉となりますけれども、この高級ガンプラ人気もですね、やはり人気というだけあって、みんなが同じような思考の人が増えてきているというような感覚もあるということが言えるのではないかなと思います。ガンプラというと、要するにガンダムのプラモデルということですけれども、個人的にはガンダムのプラモデルも含めてですね、プラモデルは小学生中学生ぐらい以降はちょっと作ったことがないので、1万円以上のプラモデルってどういうものなのかなというふうに、単純に興味があったりもします。子供の頃にはプラモデルというよりは、なんて言うんでしょうね、ラジコンというか、ラジコンカーというかですね、この無線で動かす車みたいなものに非常に興味を持っていた時期があって、それで自分なりにですね、お小遣いだとかお年玉などを貯めて、兄弟でですね、ある程度の価格がしたラジコンを買ってですね、走らせてみたり作ってみたりというようなことで、最初はこうキットみたいなセットでですね、車とそのプロポと言われるような、無線を指示するような装置をですね、一緒に買っていたものを、少ししたらですね、飽きてしまって、そのプロポはプロポだけ、そしてラジコンカーはラジコンカーだけということで、買い分けてみたりですね、して、いましたけれども、やはり、だんだん値段もですね、他にも使いたい、値段も上がってくるし、他に使いたいものも増えてくるしということで、やがてですね、ラジコンもあまり興味を示さなくなってしまう時が来ましたけれども、このガンダムのプラモデルなどの愛好する方々は、長年かけてですね、上級者、初級者、中級者、上級者というレベルがあるのかどうかは分かりませんけれども、この1万円を超えるガンプラというのはですね、上級者向けというようなことだそうですし、またこのガンプラ、ガンダムの
とプラモデルを作って、そしてそれを SNS だとかですね、まあ多分インスタグラムとか、まあ、それからフェイスブックもしくは TikTok などで自分が作った、まあ、ガンダムのプラモデルをですね披露してみたり、もしくはその作る工程みたいなものもある程度、例えば YouTube とか、TikTok など動画、共有サイトなどで、お披露目したりするかもしれませんし、それが、結構ですね話題が話題を呼んだりとかしていく、動音的にですねみんながいいじゃないかいいじゃないかということで、かっこいい、自分も作ってみたいというようなことで、だん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 同じような意見が広がってきたり、大勢の人がこのプラモデルがいいこれがいいというようなことで、幾度的な感覚も広がって、人気というものがこの出てくるということが、ある意味このなんていうんでしょうね、マーケティングであったりトレンドということの、まあ、発端がそういう幾度という感覚が、広まってくると、それがやがてトレンドになりマーケットになっていくんではないのかなと思ったりもしました。まあ、そういうこともあってですね、この高級ガンプラが、まあ、1万円を超える高級ガンプラ人気に学ぶ幾度音というような言葉になりましたけれども、まあこのようなことでですね、経済的にいろいろと仕掛けていくような、なんて言うんでしょうね、ネタというか、まあ、そういうことは、まあ、ある意味いろんなところに落ちている可能性もあるので、自分たちも小さな仕事の中でどのようにしたら人の心に響くのか、まあ、同じような自分たちが売りたいとかですね、買ってもらいたいというような商品やサービスを幾度音的に感じてくれるような、訴え方、まあ、それからそれをですね受け止める消費者側がどのようにしたら幾度音的に広めてくれるような、この行動を起こしてくれるかということを考えていくということも大切な感覚なんだなと思ったりもしたので、今日はですね1万円を超える高級ガンプラ人気に学ぶ幾度音という言葉を頭に置いておきたいと思います。ということで今日はですね、月曜日の日本経済新聞朝刊なので、昨日の日経平均株価の終値というような情報はお休みとなっているので、早速音読の題材に入っていきたいと思いますけれども、今日の、一つ目の題材、音読の題材については、今日の日本経済新聞朝刊社説の一つ目からで、タイトルは能動的サイバー防御の指導を遅らせるなということで、こちらもですねちょっと私たちがあまり日常生活の中では意識することがないサイバー防御ということだそうですから、これ自身もですね安全保障、情報安全保障ということに関して非常に大きな私たちの国だとか地域に根ざした課題であるようなので、こちらを一つ目の音読の題材にしておきたいと思います。能動的サイバー防御の指導を遅らせるな。岸田文雄内閣が喫緊の課題に挙げた能動的サイバー防御の実現に向けた取り組みが遅々として始まらない。日本を取り巻く安全保障環境は厳しさを増す。いち早く前に進めるべきだ。2022年12月に閣議決定した国家安全保障戦略は、サイバー安保能力を欧米主要国と同等以上に向上させる方針を示し、攻撃を未然に防ぐ手法である能動的サイバー防御の導入を具体策として明記した。翌2023年1月末には早速内閣官房にサイバー安全保障体制整備準備室を設けた。準備室は昨年秋に有識者会議を立ち上げて課題を整理し、2024年の通常国会に必要な法案を提出すべく準備を進めるはずだった。ところが未だに有識者会議さえ発足していない。不可解な先送りだ。内閣は理由を説明すべきだ。政府や重要インフラへのサイバー攻撃が絶えない。ウクライナや台湾の状況はサイバー防衛の死活的な重要性を示す。サイバー防衛の強化は待ったなしの課題だ。現行の日本の法制ではサイバーの世界でもあくまで攻撃されてから対処する専守防衛が原則だ。たとえ侵入や攻撃が始まってもすぐに探知するのが難しい。米国のワシントンポスト紙の昨年夏の報道によると、防衛省自衛隊のシステムに中国軍ハッカーが侵入した事態を日本は自分で察知できず、2020年秋の米国からの通報で初めて知ったという。このような状態では同盟国や同志国は機微な情報を日本と共有するのに慎重になる。サイバー防衛のための国連連携や、それ国際連携や有事の共同軍事作戦も難しくなる。サイバー攻撃は一度始まってしまえばすぐにシステム停止などの被害が生じる。
平時から情報システムを監視して予兆を探知し、攻撃の芽を未然に潰す能動的な防御がどうしても欠かせない。まず重要システムへの外部からの接続を監視する必要がある。それには通信の秘密を定めた憲法第21条の解釈やその実務規則である電気通信事業法の見直しが課題となる。敵の攻撃プログラムを無効化するには不正アクセス禁止法の改正が必須だ。自衛隊法や刑法など他の法制の課題もある。社会的合意が成立する制度設計は決して優しくなく、それが先送りの理由とも言われている。だが憲法改正なしでは法整備は可能、憲法改正なしで、法整備は可能と話す有力憲法学者もいる。政治状況は、厳しいが早く指導させてほしい。ということで、ちょっと私たちの一般市民の感覚から分かりにくいサイバー防御ということですけれども、やはり私たちの生活を守るために必要なことであれば積極的に取り組んでほしいと思うし、2023年にですねこの準備室が立ち上がったということで、まず1年経っても今のところ動きが何もないということとですね、それからさまざまな法律の制約というものが壁となって、なかなか逆にこのようなサイバー防御に対して身動きが取れなくなっているという面もあるということが、この記事から学べたと思います。なかなかですね、法律で縛ってしまえば悪いことができません。悪いというかですね、なかなかそれをですね規制はしますけど、かえって自分たちの手も、自分たちの手や足も縛ってしまいかねないこともあるかもしれないということが、こういうこともこういう記事からも学べるのではないかなと思ったりするので、いずれにしてもですね、この今年のこの通常国会には法律のですね改正に関しては提出されることがないということでしょうから、これから先どのようにサイバー防衛というものが稼働していくことになるのかということは、またこれから先も記事になることがあれば学ばせてもらいたいと思います。そして2つ目の音読の題材としては、今日の日本経済新聞長官の社説の2つ目からで、タイトルはバイオ皇族医薬品の普及急げということで、こちらもなかなかちょっと私たちのバイオ皇族医薬品というものも耳慣れない言葉でもあるし、継続的にですね医療を受診している人など以外は、なかなかこのバイオ医薬品ということ、バイオ皇族医薬品というものの存在について知らないケースが多いと思うので、私自身も初めて聞く言葉なので、しっかりこちらの記事から現状社会情勢の一つとして学ばせてもらいたいと思います。バイオ皇族医薬品の普及急げ。バイオテクノロジーによって作られたバイオ医薬品が医薬品の主流になりつつある。効果が大きい一方で高額な薬が多く、薬剤費が大きく膨らむ懸念がある。価格が割安なバイオ皇族品、バイオシミラーの普及を急ぐべきだ。バイオ医薬品は遺伝子組み換え技術や細胞培養技術を使って製造したタンパク質を有効成分とする。治療薬がなかった病気や満足な治療ができなかった病気への効果が期待されている。世界の医薬品売上高の4割を占める規模になっており、日本市場も1兆円を超えて成長を続けている。ただバイオ医薬品は高額になりがちだ。原材料が高価で、細胞の培養などに大きな設備がいる。製造工程も複雑。このため保険償還価格である薬価が1人分で年間3000万円を超えた薬もある。このまま市場が広がり続ければ、高齢化で膨らむ薬剤費を一段と拡大させ、医療保険料などの国民負担が増える要因になる。そろそろ対策に本腰を入れるべきだ。低分子化合物による従来の薬は、特許が切れた先発薬を割安な後発薬に置き換えて薬剤費の抑制につなげている。バイオ医薬品も同様の取り組みを進めてほしい。バイオ医薬品は先発品と同一ではない類似品だが、同等の有効性や安全性が証明され、薬価は先発品の7割に抑えられる。だが日本の皇族品市場は1000億円程度と、バイオ医薬品全体の1割未満にとどまっている模様だ。後発薬は患者が負担する薬代、薬代が先発薬よりも割安になる点が、医薬品全体に占める品目シェアを8割に高める原動力になった。ところが高額なバイオ医薬品では患者のインセンティブが働かない。
薬品の患者負担に月額上限を定めた高額療養費制度が適用されるので、後続品を選んでも患者負担に差が生じないためだ。後続品があるバイオ医薬品を使う患者には月額上限を超えたら一定の追加負担を求めるなど、患者が後続品を使うメリットを感じられるようにする工夫がいる。ということでですね、バイオ医薬品というものがあり、またそれに対してですね、後続品というものがあったりということで、なかなかこの辺のところ私たち一般市民の感覚でですね、薬を処方してもらう立場としては分かりにくかったり、このような高額の薬を処方してもらうという方は本当にある程度ですね、少ないはずなので、なかなかこのような薬がどのようなですね、薬価になっていたり、それによってその医療費がどのように推移していくのかということ自体は、あまりですね、病院とか医者にお世話になりたくない、できればなりたくないなと思っている側からしてみるとですね、ちょっと分かりにくかったりもしますけれども、こういう世界観もあってですね、こういう時もあるということも知っておくことによって、いつ何時もちろん病気になったり怪我をしたりですね、さまざまな体の不調というものが発生してくるのかということは、本当に人は分からず、健康だと思っていたらですね、ある日は急に体調悪くなり、その原因が分からずに高い医療費を払うような病気だということが分かったりするということは、誰しも可能性としてはゼロではないので、こういうこともあるということだけ頭に置いておこうような、そんな意味で勉強になればよかったかなというような記事だったかと思います。そして3つ目の音読の題材としてはですね、今日の日本経済新聞朝刊の、これは国際面からですかね、タイトルとしてはメカルト地図の錯覚が生んだ、欧米が中心という感覚に転換が迫られているということで、グローバルサウスが台頭してきているということを含め、この地図から見るですね、やはり私たちの世界的な印象と、それから欧米と、またですね、それからグローバルサウスと言われるような、例えばブラジルとかインドとか、そのようなところからしてみると、また地図を通して世界観というものが違って見えますよということを教えてくれる非常に面白い記事だったので、こちらを3つ目の読の題材としておきたいと思います。メカルト方式の地図が錯覚が生んだ欧米が中心という感覚に転換が迫るということです。16世紀後半、地理学者メルカトルが考案した海図がですね、大航海時代を支えて産業革命へと連なる欧米躍進の端緒を生んだ。北が上で南が下、欧州と米国東部を両脇に抱える大西洋を真ん中に、アジアやアフリカが辺境に広がる。その世界観は450年間にわたって常識となってきた。しかし高緯度ほど面積を大きく描く図法は、同時に陸地の多い北半球をことさら巨大に、欧米こそ世界の中心という錯覚を長く植え付けてきた。ブラジルの実際の国土は欧州連合 EU の2倍もあるように、台頭する新興国、とりわけサウスから見る世界はだいぶ違った景色が広がる。地図が生む虚構の第一が北と南だ。航海術が発達して以降、北の空に動かずにいる北極星が方角の目印として定着する。地図でも北を上に置くのが当たり前になった。歴史的には北が主流だった時代は長くない。例えば古代エジプトでは南が上、中世ヨーロッパの一部は東が上と、地域や時代によって方角の基準はバラバラだったとされる。現代でもオーストラリアなど南半球の国では、南を上にした地図を見かけることがある。地図が表す面積も重要になる。各国の国土、すなわち国力を連想させるからだ。メルカトル図法では北に位置するロシアが特に大きく描かれる。しかし南を上にして面積も正しくすると、アフリカの存在感が増す。地図がいかに人々の世界各国に対する印象を左右するか、それを示す一例が国際連合旗だろう。北極を中心とする正距方位図法で世界を描いている。1947年に国際日付変更線、180度経線と、それから本初四五線、経度ゼロですね、を中心にして制定したが、実は45年の構想当初は北米が目立つようなデザインをしていた。
超大国として台頭した米国の影響力が働いたためだ。各国間の議論を経て、どこの国も特別扱いしないように改めた。カルトグラムと呼ばれる手法を使うと、さらに世界の実像が見えてくる。さまざまな統計データをもとに地図を書き直す。分かりやすいのは人口だ。中国とインドが突出して大きくなり、欧州各国が途端に小さくなる。出生数ではアフリカとインドが異様に膨らむ新たな世界が現れる。移動時間も各国の世界観を示す指標になる。紅海の沿岸の砂漠地帯で巨大人工都市ネオムの建設を進めるサウジアラビアがいい例だ。世界の4割の人が6時間未満にアクセスできる。そう強調して世界中から投資マネーを呼び込んでいる。東京静岡間に匹敵する 170km の壁のような1棟の棟超高層ビルでつなぐ。投資額は5000億ドル、日本円にして約75兆円に上る。米国が制裁対象とする中国のファーウェイも陣営に加え、ドルと原油からの依存脱却を狙う。地中海を挟んで欧州と向き合うだけではない。アフリカ、インド、中央アジアとサウジから世界を眺めると、成長センターにいかに近いかがわかる。2030年には首都リヤドで国際博覧会万博を開くことも決まった。外交や経済の場で勢いを増す。視点を海に移すと、インドの地理的な重要さが際立つ。インドを中心に地球を逆さまにすると、沖には広いインド洋が見渡せる。米国のですね、海軍戦略家のマハンは、海洋上の戦略的要衝チョークポイントを制する者が世界を制すると主張した。遠く隔てた中南米のパナマ運河を除けば、インド洋には中東のホルムズ海峡、東南アジアのマラッカ海峡など主要な要衝が直接または間接的に連なる。インドは中東、アフリカから東南アジアへ至る航路の際に位置する。航路の要に位置する。周辺を経ずには原油などのエネルギー輸送、農産物、工業製品、コンテナ船の運航は難しく、経済安全保障上の鍵を握る。西側諸国が前提としてきた地理的な常識は崩れつつある。地政学を読み解く新しい視点が欠かせなくなっている。ということで、地図、このメルカトル図法の地図のですね、弱点というものが最近ですね、にわかになんかあっちでもこっちでも聞くような、まあ、そんな記事を耳にするようなことがあるのは、やはりこのグローバルサウスが台頭してきたことによって、やはりこの世界地図の見方、もしくは世界の現状の力関係みたいなものがどんどん刻一刻と変わってきているということを、やはりいろんなところからも幾度音的に聞くということになっているのではないかなと思ったりもします。ただですね、私たちがもう子供の頃から見ている地図というものが、もう自分たちの頭の中の印象には刻み込まれていてですね、それがやはりいろんな意味での力関係、まあ、日本であれば日本列島が真ん中に、世界が両脇に来るような地図となっているし、各国自分の国が中心となってくるので、本当にその地域その地域、その場その場に行くことによって、見え方というものは全く違ってくるし、確かにインドを中心にですね、南と北を逆にしてみれば、インド洋がドーンと真ん中に広がるということがよくわかるでしょうし、その辺のところの世界観、私たちが見ているものとは全く違うこともあるかもしれませんけれども、私たちはですね、なかなかそれだからといって、できること、自分にできること、自分がですね、そこに及ばせる影響というものは、まあ、そういうこととはまた違う、だからなのという感覚になったりも、することもありますけど、まあ、とにかく私たち自身はですね、こういうことを自分たちの知識の中の一つとして置くことによって、いろいろな意味でニュースや、それから世界で起きていることの見え方というものが変わってくると思うので、せめてそういう工夫と努力だけは継続していくということが大切なのではないかなというふうに感じました。ということで、今日は2024年令和6年の1月22日の月曜日、今日という一日も本当に地味で平凡で、取り立てて大きな変化を感じることがない一日になると思いますけれども、自分なりに 0.1 ミリずつの小さな小さな点を日々打ち続けることによって、やがてその点と点が何かのきっかけで線で結ばれることがあれば、大きな変化を体感できることもあるかもしれないし、こうして何でもない平凡な一日を感謝することによって、心が豊かな生活を体感できるので、今日も一日笑顔で元気よく
頑張っていきましょう。それでは。